倒だったね。圧勝。圧勝でしたね。はい、ハチはどつ、クミタンはどつ、のんちゃんはどつ。めちゃめちゃ抱かれたがってたね。あー疲れた、つって。はい、しのぶちんはどつ、まえたまはどつ。素晴らしい配信。カカはどつ、ニコはどつ。うん、まあ。勝ったね。圧勝だったね。圧勝。はい、論破。バカプレゼントありがとう。いや、圧勝でしょ。うん。聞きまくってたな、アンチ。まあ、勝てないよな。配信4年やってんだもん。抱かれたかってた人多かったよね。サボちゃんはどつ。本気で抱かれたかってたね。あの、写真もちゃんと上げてください、つってね。アップロードしてください、つって。ていうか、あんなにコメント、あ、ね、多いんだね。匿名にすると。匿名はすごいね、やっぱ。コメントが走るね。コメント読んでもらえたんだ、クミタン。うん、よかったね。うん。まあ、囲いコメントが思ってたよりも多かったから。ワトツ、俺がへこんだ？なんで？何を書いたの？うん。抱いてやれ？いやー、体が持たないよ。わかったでしょ？これで。俺が言ってるの不可視じゃないっていうことが。コメント流れんの早かったよね、めちゃめちゃ。はい、マルキーニョスワドツ。マルキーニョスワドツ。すごかったでしょ、マルキーニョス。初見さんいらっしゃい、チャム様。はい、マキルちゃんワドツ。はい、タクミさんワドツ。はい、お疲れっす。パリピタイムさんいらっしゃい。イケメン、ありがとう。うざかったでしょ。ラオさんいらっしゃい。コーラワドツ。そうそうそう。だから、閲覧を稼ごうと思ったら誰でもできるっていうのはこういうことなんだよ。やろうと思えばいつでもできる。ただ何にもならないの、うん、同じコメントしかしてない。なんだろう、わかんない、うん、怖かったですってリさんいらっしゃい。あっけに取られてコメントなんて無理だった、うん、パンダさんいらっしゃい。すごかったでしょ、マルキーニョス。リさんはどつ、面白かった、うん、いや意外と囲われてるなっていう、うん、なんか、もうアンチ涙目だったから、かわいそうだから。匿名配信やったよ。同時閲覧30分で700で2500人見たかな。え、カー君嫌われてた？なんで？うん。終わりかよ。いや、でも30分だって花火上がんなかったら終わるよっつったじゃん。うん。いや、無理無理無理。多すぎた、朝。多すぎた。うん。しょうもなっつって。久々に見に来た。海ちゃんいらっしゃい。前枠何かと思った、アリーちゃん、うん、匿名機能ってどう思いますか。いや、今やってみたんだけど、まあニコ生だよね。ただの嫌われっぷりがすごかった実は玉より嫌われてた。まあ長いからね、俺もね。しょうがない、人気者の宿命だよ。ゆーちゃそういらっしゃい。ワドさん好きです、ありがとう。もしよかったらフォローしてね。ミュールのコメント多かったね、うん、心が乱れてる人が多いそうだよね。抱いてとか、かなり拾ってたん気になった。いや、抱いてコメントめちゃめちゃ多かったじゃん。で、アイテムは優先して拾うのが普通だからさ。アイテムで抱いて抱いてって言われたから、しょうがないよ。うん。そうそうそう、アンチの数は人気の数だから。うん。ワドさん頑張れって打ったんだけど読まれなかった。あ、ごめんね。本当にコメントの量多かったのよ。裁けないよ、あんなの。多分あれホワイトアウトしてる状態、ニコ生だったら。コメントが全画面ブワーって埋まって横山緑みたいな状態だった。あれはもう縦に移動しちゃうから、キャスとかフワッチは。あそこまで行っちゃうともう読めない。あれ多分真っ白になるよ、ニコ生だったら。ブワーってコメント流れて。うん。早く花火5発上げてもらってみて。いや、花火俺が上げてって言ったら上げてくれる人なんて腐るほどいますよ。いっぱいいますよ。うん。おー、ありがとう。ボン、ハートありがとう。都合のいいコメントしか読まないのが分かりました。都合のいいコメントじゃないって。だってアイテムはさ、お金払ってるんだから優先的に読むでしょ。そりゃ読んでたよね。うん、全然暗黒の米並みだったよね。うん、まあ全然全然面白いんでやりますよ。ワドさんデートしてください。僕1時間3万円かかりますけどいいですか、ゆうちゃそう。はい、1時間3万円です僕で。3万円払えるんなら全然デートします。高いっすよ今、証明して。うん、じゃあ、誰かすいません、花火お願いします、ちょっと。ピーチ姫が、お前は無理だって煽ってくるんで、本当はやりたくないんですけど、ちょっと今回、よろしくお願いします。誰か花火5発上げてください。
よろしくお願いします。ありがとう、のんちゃん。花火ありがとう。花火ありがとう。私が書いたのは言えない？何書いたんだよ、お前。うん。3万円で最後までできるんでしょ？ 3 万円最後までできる。風俗じゃねえからね。聞いちゃったから匿名やめたんですか？いや、30分だけって話。お、ありがとう。大花火ありがとう。サボちゃんありがとう、大花火。ありがとう。うん。これ2発分ね。ありがとう、大花火ありがとう、サボちゃん。大花火ありがとうございます。囲い込め書いてたの。うん、ね、上がるでしょ、ピーチ姫。大花火ありがとう、サボちゃん。大花火ありがとう。そう、ありがとうね、サボちゃん。大好きだよ。ありがとう。ね、上がるでしょ。大花火ありがとう、サボちゃん。大花火ありがとう。4発目の大花火ありがとう。やらせ知らんで、荒れてる放送見たくないんだよ、囲いの人は。大花火5発目ありがとう。大花火ありがとう、サブちゃん。5発もありがとう。同じ人だけ？いや、別の人でも全然あげるよ。ほら、メリンコありがとう。メリンコありがとう。大好きだよ。ありがとう。あげてるじゃん、うん、な。ありがとう、みんな。ありがとうございます。やらせかよ。ありがとう、マキルちゃん。ありがとう、マキル。ありがとう、花火ね、上がるでしょ。あ、ごめんごめん、テロップ変えるわ。ね、だから、あの、普段狙ってないだけだよ、うん、アンチが分かってないの。ありがとうね、みんな協力してくれて、ありがとうございます。これでやらせとか言われるんだもんね。たまったもんじゃないよ。うん、たったってなんだよな。うん、負け惜しみにも程あるぜ、ピーチ姫。認めるところは認めないと。疑問なんだけど、嫌いな人の配信見て何が楽しいのかな。本当だよね。花火100発は全然行くよ、俺がお願いしたらね。だけどそれはリスナーさんを財布に見るってことだから、あんまりやりたくないのよ。うん、あんまり意味ないんですよ。うん、風俗行ったりしますか？僕風俗大嫌いです。あ、しねしね大花火はハチだったんだ。ハチ大花火ありがとう。ありがとうございます。大花火。ありがとう。うん。いや、100発なんか全然上げてくれる人いるけど、いいのよ。俺は俺、リスナーさんはリスナーさんでマイペースにやっていくから。うん、ああ言えばほんとこう言うよね。しょうもないよね、ほんとに、うん。見えてるんでしょ？ピエールさん見えてるよ、今。うん、囲い100発はよ。いいんだよ。お前が命令することじゃないから。性欲はどうやって満たすんですか？性欲、オナニーを欠かさずやってますね、僕は。うん、この流れなら100発以上いけるから旅資金にやろう。あ、ぽいぽいさんいらっしゃる。チンアナゴありがとう。チンアナゴ3つありがとう。チンアナゴ4つありがとう。チンアナゴ5個ありがとう。花火ありがとう、おいちゃん。おいちゃんありがとう、花火。ありがとうね、うん。見せてよ。だってパンダに見せたところでメリットないもん。じゃあ何？花火100発上がったら、パンダはリスク取るの？俺に花火100発できるの？できないでしょ？俺は有言実行できるの。できることはできるって言うし、できないことはできないって言うの。お前ノーリスクじゃん、パンダ。見たいだけで。はい、チンアナゴ3つありがとう。マルさん、バーガーありがとう。ねえ。チンアナゴ2つありがとう。うん、はい。ニア、お前ブロックな。ちょっと待って。ちょっと待って。早い早い。あー、ブレるブレる。ちょっと待って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 。チンアナゴありがとう。あ、どこ行く？ニア。ブロック。あれ？あー、ずれちゃった。あ、いったいった。あー、もう、ちょっと待って待って待って。はい、ブロックです。さよなら。はい、ブロックです。花火100発早。お前が命令することじゃないでしょ。うん。ドレさんの配信ってどう思いますか？別にどうも思わないっていうか、見てないんで最近。わかんないっす、うん。初見さんいらっしゃい。楽しんでってね。うん。まあ、これは俺の勝ちだろうね。どう見ても。誰がどう見ても普通に勝ちでしょ。うん、ブロック入れた。うん。アンチに感謝せえ、花火が上がるのもな。え？それはちょっと無理がないか、委員長。うん、スノープさんいらっしゃい。違う。パンダが100発上げて、
まずそっからだよ。パンダが100発上がったら俺100発上がるところ見せてやるよ。お前絶対上げないから。俺は有言実行できるけど、お前は約束破るから。お前が100発上げたら俺100発上げる枠見せてやるよ。うちのリスはそれくらいやるから。ね。みんな絶対協力するよね。パンダが100発上げるんなら協力してくれるでしょ、みんな。協力してくれる人手挙げて。こいつが100発上げんなら私も協力するわって、100発のうちって。絶対上がるから。ただお前は約束破るから。うん。ねえ、サボちゃんも協力するっしょ。こいつは絶対やらない。こいつは絶対逃げる。協力するでしょ？協力、ほら、ハッチも協力するって。じゃあお前投げてみろよ。パンダ。お前が投げたら見せてやるよ。みんな投げてやるって。頑張るって言ってんだから。こんだけいるんだから、負けるもって。ねえ、ピエールさん。お前がまず投げろよ。そしたら俺見せてやるよ。絶対いけるから俺。100発ぐらい。ジンさん、旅費用ありがとう。1時間で100発あげますよ。で、1時間で、パンダが100発。じゃあ分かった。パンダが100発俺にやると。で、1時間以内に100発上がんなかったら、俺山手線5周するわ、寝ないで。それでどうだよ。パンダよ。ま、あや、ちょっと待ってて、あや。花火ありがとう、あや。ありがとう。なあ。パンダが100発投げる。で、1時間以内に100発投げなかったら、俺山手線5周してやるよ。寝ないで。それどうだよ。山手線5周、寝ないで。フルで。絶対行くぞ、この流れ。それでどうだ、パンダ。逃げんの？うん。逃げるの？俺は絶対やるっつったらやるよ。うん。絶対上がるよ。脅迫じゃありません。上げろって命令をされたんです、僕のリスナーに対して。うん。いや、どう上がるもん、100発ぐらい。うちのリスナーさん上げるもん。1時間で。絶対行くよ。絶対行くよ。5周は死ぬだろうね。でも俺はやりきるよ、うん、パンダがまず100発投げろよ、うん、100発は10万っすね。100発10万っす。脅迫じゃありません。はい、パンダ逃げた。脅迫罪で通報してました。だってバカじゃないの。お前がリスナーさんに対して、俺のリスナーさんに対して100発あげろっつったんだろ。お前が脅迫したんだろ。で、ほら、約束破れないでしょ。守れないでしょ。山本さん5周するよ、俺は。はい、逃げ。はい、逃げ。かっこ悪。はい、逃げ。かっこ悪。ダッサ。な、こんなもんなんだって。こんなもんなんだって。ほんとだよ。なあ、ポメさんな。こんなもんだよね、あかんあかんさん。俺は絶対やるもん、山手線5周。うん。パンダしょっぽ。パンダが100発投げるなら100発投げるよ。でしょうか、くん。うちのリスナーは愛があるの。こんなもんすよ。こんなもんすよ。くだらないよね、アンチとか。うん、噛みつくんならちゃんと噛みつけよっていう話だよ。うん、噛みつくんなら。リスナーさんに花火投げろっていうのは失礼だから、人のリスナーさんに対して。絶対ダメだよ、そんなの。投げるんだったら自分が投げてからだよ。うん、一周に、前回山手線一周するの17時間かかりましたね。一周に17時間かかったから、5周するのに多分寝ないでやったら、多分100時間以上かかりますね。100時間かかります。いつもよりコメントが荒れてるのはさっきの匿名枠が原因だと思うよ。うん。うん。ねえ、カー君がアイテム投げるなんてクソレアだよね。うん。じゃあ、ポイポイさんさ、花火対決ってわけじゃないのよ。花火を投げろって言ってきたアンチがいたから、じゃあお前がまず投げろっていう話から来てんの。そう。だから、楽しくやろうよっていう感じだよ。うん、あ、いいよいいよ、あかんあかんさん。全然楽しんでってよ。普段アイテム投げないし、コメもしないけど、余裕ないけど、協力できることはする。あ、ありがとう、ちびすけさん。ありがとね。うん。
どんどん内戦やれ。今夜は盛り上がってますな。グリオさんいらっしゃい。まあ、ふわっちで一番嫌われてるのは俺かもしんねえな、今な。おい、風船ありがとう。ズドワッチさんありがとう。ありがとう。はい、ワドツー、マッシュポテトいらっしゃい。うん。山の手5周って意味不明で発想が面白いです。アホっぽくて。プリンさんいらっしゃい。楽しんでって。そうそう、ネットだから何でも書いていいっていうのは俺は間違ってると思ってて。インターネットっていうのは電話みたいなもんでしょ？ツールだから。そんなに囲いが余裕あるなら先に花火投げてみせろよ。何？パンダは俺の囲いさんを煽ってんの？俺のファンを煽ってるの？パンダ。ねえ、パンダ。ねえ、パンダ。俺の囲いさんを煽ってるの？じゃあ、だから、そうやって、ね、じゃあパンダは責任取れるの？花火を100発上げることはできるよ。うちのリスナーさんは余裕で。余裕でできるよ。だけど責任どうやって取んの？パンダは。じゃあ。野前のあるさん、風船6個ありがとう。目的が全然わかんないじゃん。そうだよね、リータンリートね。あげることはできるんだよ。あげた後じゃあどうするの？パンダは。上がったらどうするの？上がったらどうするのか決めようよ、パンダ。うん。あ、ありがとう、マッシュポテト。そうなんだよ。ちょっと電波ができなくて、ちょっと回線がちょっとバグってて。うん。ぽいぽいさん、ね。まあ誰があげるっていうわけじゃなくて気持ちだからさ。ほら、支えられてるわけだよ。うん。できるとかできないとかの前に先。違うよ。だからできるのを俺は証明するとするじゃん。リスナーさんも俺も証明するとするじゃん。ね、和道のファンが全然上げられるよって言ってんだから。で、上がった時お前はどうすんだよ。こんだけ煽ってんだから。どう責任を取るのって聞いてんの、パンダ。上がった場合は。上がらなかった場合の条件お前が出していいよ。俺が責任取るから。上がった時どうすんのよ。どうすんの？上がった時と上がらなかった時の条件出せよ。飲むから。そう、責任取れっつってんの。どうすんだよ、パンダ。なあ。必死なのじゃないよ。お前が言い出してることじゃん。いや、いらない。パンダなんか旅団にいらない。いや、土下座はいいよ、別に。土下座はいいよ、大人だから。土下座なんか見たくないでしょ、俺。リスナーさんの土下座なんか。うん。パンダは一人で100発あげるって言ってた？うん。どうすんだろうね。あ、もうしょうもないよ、こんな議論。うん。歩いて一周っすよ、デカさん。デカプリオさん。歩いて17時間かかったんだよ。山内線5周って電車に乗ると思ったの？バカでしょ？罰ゲームで俺が電車で配信カタンカターンつって5周するの。俺が罰ゲームしますって言って、電車乗ってカタンカターン、カタンカターンって5時間乗る配信？誰が面白いの、それ。歩いてだよ。山内線5周。寝ないで。32だよ、俺。うん。乗ると思ってた。違う違う、プリン。じゃあ歩いて、もちろん。うん。うん。電車で5周してどうすんだよな。うん。初見さんいらっしゃい、カエルさん。世界の車窓からでしょ、完全に。まあ乗る方がシュールだけど。まあどっちでも選んでいいよ。うん。寝ないで5周。うん。まあ、それは、リスナーさんに煽られるよな。リスナーさんに煽られるってよっぽどだよ。うん。配信者に煽られてリスナー。世界の車窓からいいね。うん。おじさん嬉しいのじゃなくて、自分の言ったことをまず答えなよ。うん。投げろっつってんだから。パンダ。うん。嬉しいの嬉しくないのじゃなくて、結局何もできません。ごめんなさいって言うべきなんじゃないの？僕は投げることができません。謝りますとか、せめて誠意見せるべきなんじゃないの？うん、すいませんって。うん。ねえ。初見さんいらっしゃい。
どうなんだろうね。うん、貧乏ちゃんもいらっしゃい。そう、人生楽しくですね。境内さん、パフェプレゼントありがとう。そう、自分が言ったことは、配信者を叩くんだったら、正論を言わないと聞かないよ。配信者は正論言わないとダメよ。うん。そう。できなかったらできないって俺も責任取るんだから。できないなりの罰ゲームを受けるわけだから。そう。話変えるの良くないでしょ。皇居50周でもいいよ。いいよ、いいよ。院長さん飲むよ。じゃあ、100発上がんなかったら50周やるよ。その代わり、100発上がったらパンダ100発上げないとダメだよ。もしくは、俺らが納得するものを見せてもらわないと。うん。うん、でしょ、うん、いや謝った方がいいよ、うんうん、じゃあ分かった、パンダ、パンダ夏休み中の12歳か、そうか、じゃあパンダ男見せてやろうか、配信者ってやつ見せてやろうか、俺が。パンダ見てえか。お前をファンに変えてやろうか。ワドやべえと。12歳なんだろ。俺がどんな人間かわかんないんだろ。じゃあ約束するわ。花火100発上がったら、1時間以内に花火100発上がったら、聖剣好き寝ないで1万回配信やります。山手線一周より地獄にきついっす。行くよ。今22分だから、ね。60分後、82分まで。今からね。100発上がったら、82分までね。地獄だよ、これ。俺、泣きながら聖剣漬け打ったからね。この部屋でやってやるよ。82分。パンダをファンに変えるわ。82分までに、花火、100発。100発で、聖剣好き。ちょっと待ってね。聖剣好き。1万回配信。はい。はい、書いた。俺は有言実行するからね。ちなみに。俺は有言実行するから。はっきり言うよ。ボロボロになるから。捨て頃よりきついよ。うん。花火100発上がったら、じゃあ1万回聖剣好き配信やります。はい。音を置いていくんだよ、そう。パンパン、うん、はい。前回の1万回もいまいちだった。いや、感動でしょ。涙、涙でしょ。いや、自分でカウントするよ。うん、自分で。あ、じいさんいらっしゃい。うん。ハンターハンターですよ。やったことないでしょ。聖剣好き1万回。6000回目ぐらいから記憶ねえから。いや、本当にやばいっすよ。聖剣好き1万回は。マジで、拷問。山手線一周とか捨て頃よりきつい。うん。うん。旅行行けなくなるよ。だろうね。うん。まあ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 。まあ、見たかったら花見投げればいいじゃん。見たくなかったら花見投げなきゃいいんだから。うん。安彦さんいらっしゃい。今何発？現在、大花火が12発だから、大花火が12発だから、あ、違う、今花火一発だから、残り99発と。はい。うん。マックス村井がやった。マックス村井2日間に分けてるもん。で、連続してないから。制限時間は無理無理、なし。12時間ぐらいかかる。もう投げていいっすよ。もう投げていいっすよ。82分までに、99発残り上がったら、制限付き1万回やります。2時間で無理無理無理。できない。できない。まあ、1時間で100発っていう約束だから。1時間で100発って約束だから。はい、ありがとう。メリンコ大花火ありがとう。2発削って97発です。ありがとうございます。
相当きついからね、これ。それはあんたの都合すぎるってどういうこと？どういうこと？どういうこと？じゃあ俺は有言実行するのを見せるっていうだけだよ。俺は有言実行。だからリスナーさんとの約束を守り続けてるから。うん。別にもうパンダ関係なくなってるから。うん。ありがとう、純也さん。純也さんありがとう。花火ありがとう、純也さん。残り96発で、1万回聖剣好きやります。ありがとう、純也さん。ありがとう。残り95発で、82分までね。82分まで、残り95発で1万回聖剣好き配信。純也さん、ありがとう。花火ありがとう。残り94発で、聖剣好き配信やります。俺は約束守るから。俺は。コウさんいらっしゃい。ね、上がってるじゃんね。普通に謝ればいいんだよ。俺はただリスナーさんとの約束を守るよって言ってるだけなんだから。もうパンダは関係なくなってんだよ。お前はただ100発あげろって言ったんでしょ。俺は無条件にあげないから。面白いもん見せて花火あげてもらってるから、うん、予想90発ぐらいで全力でやるよ。全力でやるよ。全力でやるよ、うん、ただ相当きついよ。相当きついよ。これ体中ボロボロになるし、足腰いくよ。過去移動も100発あげろよ。お前が命令することじゃない。聖剣ってどんなの？聖剣好き。あはっ！ってこう。はっ！ってこういうやつ、うん。みんなが思ってるよりよっぽどきついから。そう、先に煽ったのはパンダだから、うん。俺は約束は守るから。リスナーさんと。だからお前に見せてやるっつってんの。俺がリスナーさんに約束守ることと、リスナーさんが約束守るところ。まゆたまありがとう。まゆたまありがとう、花火。ありがとうございます。92発。肘曲げ、いや、まっすぐ伸ばすよ。まっすぐ伸ばす。今アクセサリーついてたからだから。こうやってやって、こうバッて伸ばすよ。やめて、鉄馬さん。リスナーさんの同士の煽りは良くないと思うよ。あげろって言うんだったら自分があげるべきだと思ってるから、鉄馬さん。それはやめようよ。偉そうに言ってんだからっていうのは。うん。見たい人があげるんだからさ。うん。それは違うでしょ。うん。いや、かなりきついっていうか、12時間で、前回はもう泣きながら、もう6000回から体ガタガタ震わせながら、号泣しながらやった。で、3日間ぐらい、もう動けなかった、体が。めちゃめちゃきつい。めちゃめちゃきつい。もう本当に山手線一周とかよりも全然きつい。うん、あ、違う違う。今ね、1時間やるよって言ってから1時間カウントだから、82分までに花火100発上がったらってこと。うん。そう。見たい人はぜひ花火お願いします。一回やった。FC2 ライブでやったんだけど、もうとんでもなかったよね。本当にとんでもなかったよ。拷問。82分以内に花火100発いかなかったら、その花火はどうなるんですか？どうにもならないです。はい。どうにもならないです。うん。100発いったらやるっていう約束なんで。はい。どうにもなりません。はい。うん。そうそう。なんで、その自分から煽っておいてさ、自分は何もできなくて、囲いさんに命令をして。おかしくない？条件を出す身分じゃないでしょ。98発でもやらないよ。当たり前じゃん。そういう風に書いてあるんだから。うん。それはそうでしょ。それは分かって花火投げてるから。そう。日銭になるだけでしょ。100発いかなかったら聖剣好きないですよ。書いてあるじゃん。92分、82分まで。残り52分だよ。残り52分間で、あと91発いかなかったら終わりですよ。それなら100発いけよ。お前が投げろよ。見たいんだったら。うん、お前が投げるべきでしょ。うん、なんで囲いどもって。ありがとう、くみたん。くみたん、ありがとう。ありがとう。残り91発です。残り52分間で91発。
50発で5000回やれ、やらないです。なんでかっていうと、金髪先生ね、5000回まではそんな苦しくないの。3000回とかまで呼ぶような、後半どんどん苦しくなってくの。だからやらない。意味がない。1万発やることに意味がある。1万発やることに意味がある。パンダもう黙った方がいいよ。ルピカいらっしゃい。初見さん。はい、ありがとう。匿名さん花火ありがとうございます。残り90発で、有言実行します。82分までに残り90発で、聖剣月今から寝ないで1万回聖剣月配信やります。そう、自分ができないことを人に命令するっていうのはおかしいでしょ、でしょ、自分がやるべきだよ。まず見たいんだったら、俺にやらせたいんだったら、大花火は2発で入れてますよ。大花火は2発カウントで入れてます。100発いかなかったら別に俺の収入、お小遣いになるだけ。吉野里さん。その機械、これですか？これ？この機械？これはエフェクター、オーディオインターフェースって言って、パソコンの中にその音をコントロールする機械をこっち側に置くことによって、要は内部干渉を防ぐの。こっちで音作ると、他のソフトウェアが起動した時ブーとかノイズが入ったりするんだけど、あえて外部にやることによってこうボリュームを大きくしたり、音楽をコントロールしたりとか、あんたたち行くわよ、うなちゃんマンボタンがあるっていう、お小遣い稼ぎではないです。僕配信のプロなんで、配信で仕事にしてるんで、これが仕事です僕。これオーディオインターフェースとかミキサーって言われてるやつだね。聖剣好きを1万回やるってこと。寝ないで。聖剣好きを寝ないで1万回やるってこと。この方がいいかな。聖剣好き1万回配信。ノンストップね。僕は有言実行絶対します。DJ とはちょっと違うんだけどね、これは。PA って言って音作りをするときの機械、ラジオとかで必要な機械の小型版だね。1万回めっちゃきつい、鉄馬さん。めちゃめちゃきつい。そうそう、インターフェースをかますと音がクリアに聞こえるっていう。100発でいくら？僕の収入的には5万円入りますけど、5万円もらっても1万回配信はやりたくないですね。僕は。正直もう二度とやらないって言って封印した企画なんで。スポンサーいますよ、もちろん。います、います。スポンサーいます。全然います。余裕でいます。100発上がらないじゃん。いや、いいじゃん、別に。お前には関係ないわけだから。俺とリスナーさんの約束だから、お前には関係ないじゃん。そう。スクワット？スクワット？スクワット何回？スクワット1万回って、スクワット何回？スクワットって相当運動量激しいよ。スクワット何回？スクワット1万回って無理だよ、多分。運動的に。スクワット何回？サボちゃん。1万回？スクワット何回？サボちゃん。生剣好きって何？聖剣好きね。聖剣好き。聖剣好きっていうのはこれね。空手の聖剣好き。スクワット1万回は死ぬよ。1000回でも無理だと思う。スクワットは運動量相当多いから。パンチのことね。だから、その回数がわかんないです。で、なんで聖剣好き1万回かっていうと、
ハンターハンターのネテロ会長っていうのが若い頃やってたっていう伝説の、丸一日かけて、1万回毎日聖剣好きを10年間やったのかな。そしたら音速を超えるっていう、そのアニメの元になってるネタがあるのよ。1日聖剣好き、その日が暮れるまでやるっていう。で、聖剣好き1万回やったら寝るっていうのを10年間やったと。そしたらパンチが音速を超えたっていう、そのアニメのネタなの、これは。修行なのね。そう、ハンターハンターのネテロ会長がやってて、音速を超えるパンチっていう。100発上がるまでじゃないよ。俺は条件ちゃんと書いてるからね。82分までに90発残り花火が上がったらやるよって。で、サボちゃんね、多分楽だと思ってるでしょ。サボちゃん。これ1万回ぬるいよって思ってるでしょ。見たことないからだよ。1万回を。本当に捨て頃よりも山手線一周よりもマジできついの。本当に6000回目ぐらいから俺ずっと号泣してんの。見たことある人、 FC2 で俺の1万回聖剣好き配信生で見た人、手挙げて。かくんありがとう、花火。かくん、ありがとう、かくん。俺の1万回配信見たことある人、手挙げてください。残り89発でやります。かくん、花火ありがとう。かくん、ありがとう。めちゃめちゃきついから。聖剣好きの回見てないでしょ？ぬるくないからね。ありがとう、かくん。残り87発です。ありがとうございます。ありがとう。泣きながらだよ。号泣だよ、しかも。で、記憶がないの。かーくん、花火ありがとう。残り86発でやります。かーくん、ありがとう。号泣だからね、しかも。号泣。号泣。もう本当にきついよ。俺、もう二度とやらないって決めたんだもん。二度とやらないって。じゃあ、あかんあかんさん。もう任せるわ、パンダ。ありがとう。ちょっとね、お灸据えた方がいいよ。もう号泣ですよ。見たことある人は知ってるはずなんだもん。見たことある人はもう絶対知ってんの。もう本当にきつかったよね。今までで一番きつい配信だったもん。まとめて変えますよ。まとめて変えるよ。アイテムの買い方は、ちょっと待ってね。アイテムまとめて変える。かくん。インターネットでパソコンで、アイテム購入っていうページがあるの。ここ右上に。パソコンでアイテムっていうのをここクリックするのよ。カチッと。そうするとこの画面になるから、例えば花火とかをクリックするじゃん？そうすると、ほら、まとめ買いしてるよ。で、今、セールやってるから、安くなるよ。まとめて買った方が安い。花火10発で8900円。もしくは一番安いのは、大花火は2発分でカウントなんだけど、大花火は10個で17500円。まとめて買えるよ。そう。できます。PC からしかまとめ買いできないのかな？俺買ったことないからわかんないっす。パソコンで、PC、ん？スマホ、どうなの？ウェブ限定？ウェブ限定かな？いや、俺は約束守るから、本当にやりたくないから。花火1000発でもやりたくないぐらいだけど、パンダに見せてやるから、夏休みに。男を見せてやるよ、俺が。俺が教え、ありがとう！ 8 大花火2つありがとう！ 4 つカウントです。残り82発で、82分まで。の、あと23分かな。あと23分で82発で、僕は聖剣好き1万回やります。フリップくんこんばんは。時間が迫ってまいりました。あと42分だね。あと42分で82発。100発でやるよ、パンダ。俺は約束は守るから。お前と違うんだよ。お前は口だけだろ。人に命令するだけだろ。で、自分は逃げるんだろ。俺は約束守る男だから。で、うちのリスナーさんは約束守るから。俺が見せてやるよ、キッズに。これが配信業だっていうの。これが配信業。純也さんありがとう。お前に見せてやるから。配信で飯食うっていうのがどういうことか。どんだけかっこいい生き様なのか見せてやるよ。
スマホからでも上に、ウェブならまとめて買える、まとめて買える。あ、ありがとう。サクッとの見えない、くるくるで。どう？花火大会じゃなくて企画をやってるフリップくん。残り42分で81発上がったら、聖剣月1万回配信を今からやります。1万回やり遂げたら認めてやるわ。いいよ。だからやるから。でも花火上がんなかったらやんないから。10日交換だから。10日交換。どうみんなクルクルしてる？映像音声問題ないっすか？映像音声問題ないっすか？いいよいいよ。認めてやるっつってんのが俺認めさせるから。大丈夫？ありがとう、あかんあかんさん。ありがとうございます。いや、俺見せたい、正直。アリスは勝つ。企画やるよ。残りあと40分間で花火81発上がったら、僕は今から地獄の聖剣月1万回やります。いや、揉めてんだよね、今。リスナーと。はい、こんばんは、ワイさん。よろしくお願いします。フォローありがとう。スドアッチさん、フォローありがとう。マさんありがとうね。マさんありがとう。1万回何時間どころじゃない。時間はだから一晩かかるの、本来は。だから本当は寝ないで準備して、12時間ぐらいかけてやるもんなの。でも俺もう寝てないから。ね。で、疲れてるから。それでもやってやるっつってんの。金曜日以降、金曜日以降に投げてよ。待ってるからさ。99発で終わったら俺は美味しいっすよ、正直。99発で終わったら花火、ね、49,500 円もらって、ぐっすり寝れますよ。いやー、儲かったっつって。でもそれはリスナーさんとちゃんと対等の条件交わしてるから。99発で寝れるんだったら俺はそれでいいっすよ。俺は約束ちゃんと提示したんだから。82分、1時間以内に100発上がるんだったら必ずできるっていうことを示すだけでも勇気だぞ。俺は約束守るからさ。あ、いいよ、別に。あ、でもね、和道旅団だけにしてもらいたい、みんな。みんなね、悪いんだけど、支部長とか全部外して、和道旅団だけでシンプルに、なんか上とか下とかいいや。めんどくさいから、和道旅団だけつけて。和道旅団だけ。ねえ、揉め事やだよね。俺もめんどくせえわ、マジで。でも煽るんだったら責任の取り方は子供に見せてあげたいよね。約束は守るっていうところ。俺は約束守るよ。俺は絶対守るよ。そうそうそう。俺はリスナーさん囲い同士っていうか、別にファン同士で争うのとかくだらないけど、今回の件はサクッとらがほかわくで、のんちゃんの悪口書いたのが原因だから、俺は別にのんちゃんが戦うのはいいと思うよ。のんちゃんとサクッとらが個人的に別にバチバチやるのはいいんじゃない？俺サクッとらには注意したから、陰口書いてると嫌われるよって。で、私嫌われてもいいって言ったわけだから、俺は一応注意はしたから。で、本人がいいって言ってんならやりたいだけやればいいじゃん。俺はどっちの味方にもならないけど、喧嘩売ったんだから自分で責任取るって言ってんだからいいんじゃん。5万もらって聖剣好きのどこが男なんですか？約束守るのは男だろ。約束守るんだから男だろ。擁護はしないよ。擁護はしないけど、サクッとらが悪いとは思ってるけどね、俺は。俺がのんちゃんの立場だったら、俺はサクッとら徹底的に詰めるけどね。だから俺は、今回の件はサクッとらに注意は入れたから。
それはもう枠でちゃんと言ってるから。で、本人が別に私は叩かれても構わないって言ってるんだから。なんかあるんでしょ、うん、そう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 。サクッとらが他枠で、和道アンチ枠で、のんちゃんの悪口書いてたの、うん。知らない。理由はわかんないよ。ジュンヤさん、花火ありがとう、ジュンヤさん。残り80発です。残り23分かな？ん？何分だろう？80発。残り80発です。そう、いろんなところでいろんな戦いが起こってるから。いや、乱闘どころじゃない。いや、だから、煽ってるんでしょ？このパンダっていうのを、カー君を。カー君舐めてるわけじゃん。カー君は約束全体守ってるもん。いや、カー君逃げねえから。だけど、お前、カー君にそこまで言ったんだから、お前、本当に責任取れよ。うん。カー君煽ったの、お前だからな、パンダ。俺は、リスナーさんと約束したから、花火100発投げたら、俺は約束は守るから。それは俺の意地だよ。俺にしかできねえことだから。ただお前が煽ったんだからな。俺は責任取るよ、政権好き1万回で。お前はどう取るんだろうな。うん。和道さんが注意しても旅団の人の文句言うとか考えられないよ。いや、悪口言う人は止めらんないんだよ。生き方だから、それは。うん。うん。今日は楽しくないかな。ごめんね、ペコボコランド。ごめんね。うん、お疲れ。申し訳ねえ。もしよかったらさ、政権好きの時見に来てよ。応援しに来て。12時間ぐらいやってると思うから。後で画像欲しい。ごめん、マルキーニョス、今、そういう感じじゃねえわ。申し訳ない。空いてる時にやるから、必ず。LINE で連絡ちょうだい。うん。ゆゆ、お前も自分で責任取れよ。うん。お前も47歳になるんだよ。俺はのんちゃん47歳で綺麗だと思うよ。お前が47になった時どんなババアになるんだろうな。カー君が大人のやり方するっつうんだから俺は政権好きでカー君に答えるよ。花見投げてくれた純也さんとかサボちゃんとかハッチとかね、いろんなこと応援してくれてんのか、俺はそれで責任取るよ。ただ煽ってるやつは煽ってるやつでカー君に詰められてしょうがないでしょ。うん、カオスだね、今ね。確かに綺麗？何が綺麗なの？うん。あと、48分だから、あと何分？34分あります。かくん、あと34分ある。34分。うん。今来たので状況わかりません。テロップ見てください。花火が残り80発。34分間で、残り時間34分間で、80発上がったら、僕は今から地獄の政権好きです。のんたん綺麗だと思うよ。うん。俺は綺麗だと思うよ。のんちゃんは。うん。うん。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。ちょっとカオスな状態だけど、超絶カオスな状態だけど、うん、ちゃんは可愛い系だね、うん、楽しめるかどうかだよね。超カオスだよね今、うん、あかんあかんさん本当ですね。うん、初見さんいら、初見じゃねえわ。浜崎さんいらっしゃい。うん。財布に来るかないんかいって。まあまあ、ポメさんも煽らない、煽らない。うん。和道政権の方がいいかも。政権やるよ、グリオさん。いつもと違う？これを楽しめたらなかなかだよね。うん。一番今カオスで荒れてて、地獄みたいな空間の中でこう、みんながみんな喧嘩し合ってるっていう。で、俺は政権好きの準備をしてるからね、今。うん、よいしょ。体温めるか。
いや、カオスでしょ。なんかリスナー同士の喧嘩と、俺がリスナーと喧嘩して、説明して。なんか3つぐらい戦いが起こってんだよ。俺バーサスパンダ、パンダバーサスカー君、のんちゃんバーサスサクッとら。あ、楽しくリスナーさんと過ごしませんか？もうね、俺は戦いの準備に入ってるから。俺今から地獄に向かうから。本気でやらないとな、これ。いや、珍しいよね。さっきのね、匿名枠が原因だよ、これ。いや、いつもこんな感じじゃないっす。今日はね、1年に1回あるかないかの荒れ具合ですね。多分2年に1回あるかないかぐらいの荒れ具合です。そう、それぞれもう言いたいこと、匿名っていうのがいかに怖いか分かったでしょ。言いたいことみんな言い合うと、地獄になるっていう。そう。匿名機能がね、モンスターを召喚しちゃったんだよ。うん。ありがとう！おいちゃんありがとう！モリコちゃん可愛いと思ってる。ほら。ねえ。はい、残り79発。時間がないですよ。残り79発です。残り30分です。残り30分。残り30分です。地獄絵図だよね、まさに。コメントしてないやつがコメントしまくってるからね、今コメントしてる人たちも散々さっきディスってた人たち。いや、違うね、フリップ君。それは誘導だね。絶対ありえない。カー君さん、カー君が花火用意してるかどうかは俺はあんまり気にしてない。うん、俺は花火、残り79発上がったらやるだけだから。誰が投げてもいいわけだから。うん、みんなで投げよう。みんなで負担減らせるわけだから。俺の泣きじゃくる姿見たかったら、花火ください。うん。まあ、コメント流れてるとね、見応えはあるよね。うん。ワド戦うぞ、つって。東越、いらっしゃい。パンダはどんな責任取り方すんの？まあ、カー君が詰めるっしょ。間に合わなかったら100発分支援するから。マジっすか、カー君。そしたらやりますよ。うん。ここまで行ってさ、仕事を中断してやってるわけじゃん、カー君も。カー君は絶対約束守るから、俺も守らなきゃ。ただできれば、残り30分で、かっこよく締めたいよね。ここまでパンダにコケにされたわけだから。ヨンベさんいらっしゃい。お疲れ様です、いろいろ。うん。12歳詰めたら捕まっちゃうよ。詰めるっていうのは、俺は聖剣好きで男を見せるってことね。うん。そう。口だけじゃねえぞっていうのを見せるから。ありがとう！マキルさんありがとう！残り78発です。ぜひね、皆さん花火よろしくお願いします。今日はおねだりします。ぜひ、皆さん花火よろしくお願いします。そう。よいしょ。パンダは今日初見だね。うん、ありがとう、大花火ありがとう、ハッチ大花火ありがとう。よし、残り76発です。残り76発。よし、カオスだな、地獄だな。地獄の中で俺聖剣好きすっから。よし、ありがとうございます。新八丁ってやばくないですか？生主やってるやつみんなやばいよ。うん。いやー、やりたくねえな。やりたくねえな。うん。こんなことって言うけど、聖剣好き1万回部屋の中でやってごらん。1000回もできないよ、多分。ニサ花火ありがとう。バタフライテールバタツー。はい。そろそろね、残り30分切りました。うん、よいしょ。聖剣好き1万回する意味は？だから俺は、言ったことは守るよって。一番きつい企画が俺の中で持ってるのが、聖剣好き1万回企画だったから、一番やりたくないことを選んだの。うん。
それでも俺は守れるよっていうのを見せるために。俺は約束守れるよって。めちゃめちゃやばい、エリちゃん。そう、俺和道旅団とか和道リスナーが100発花火投げたらパンダも100発投げるって言ったのよ。ちゃんちゃんで終わり、どういうこと、まるまる。そう、かくんはフグの人。そうそうそう、レコさん覚えてた。フグとかヨッサンとお寿司おごってくれた人とか、うん、あのドレさんのオフ会一緒に行った人だよ、うんうん、外配信はあの旅配信者ですね、僕は。いや、ボクシンググローブつけないっす。ボクシンググローブつけないっす、つけないっす。っていうか、もう本当に舐めてるでしょ、みんな。1万回本当にきついかんね。キオスクさん、名前は知ってますね、名前と顔は。枠は見たことないです。ニコ生の方で最近ふわっちで人気出てる人ですよね。うん。ミュールは寝たんじゃないの。わかんないけど。うん。残り76発です。皆さん、ご支援よろしくお願いします。今来た、タンダーいらっしゃい。ちょっとカオスな枠だけどよろしく。うん。いや、なんで寄付すんだよ。なんで寄付すんだよ。体張ってなんで寄付すんだよ。意味がわかんねえだろ。キオフスクさん面白いんだ。うん。ミスケ、ワド2、今から企画やるよ。今ね、ちょっとカオスな状態だけど、リスナーのパンダってやつが、ワドのリスナーさんに、100発花火投げろよ、オラーってオーラついて、で、じゃあ、俺らのリスナーさんは100発投げることは可能だけど、1時間以内に、お前投げんのかっていう風に揉めたんすよ、みずけさん。で、結局、投げれなくて言い訳ばっかりしてんの。で、煽り続けて、で、リスナーさん怒らせてパンダっていうリスナーが。じゃあ、俺が責任取ると。もし1時間以内に、花火100発上がったら、俺1万回聖剣好きすると。寝ないで。でもお前はクソかっこ悪いことになるぞって。お前責任取れよって言って。で、のんちゃんとサクッとらは大喧嘩してますね。コメントレスバトルをしていて。地獄絵図です。今来た人に説明ね。みーすけさん。そういう状況です。で、まあ、カオスな状況で、残り30分以内に76発花火が上がったら僕は1万回聖剣好きやります。で、リスナー同士が戦い合ってます。そういう状況です。で、僕は絶対約束守るんで、パンダっていうリスナーに約束守るところ見せるんで、はい。このパンダに100はよっていう煽られてるんで、僕は。プライドがあるんで、もしよかったら花火投げて、男見せたいんで、ちょっとよろしくお願いします。花火一発でもいいんで、よろしくお願いします、皆さん。いろいろと神回通がもうしっちゃかめっちゃかだよ。で、このパンダっていうのがもうめちゃめちゃ煽ってるんで。で、こいつを俺はファンに変えますよ。約束を守って。うん、そうなんです。もしよかったら皆さん花火よろしくお願いします。和道リスナーは100発投げられるっていうことを証明し、和道は1万回聖剣好きを達成し、で、パンダは何やってくれるのか。パンダは何やってくれるのか見守りましょう。僕らは。残り22分です。残り22分です。うん、残り22分です。普通は100発上がらなかったら聖剣好きですよね。逆でしょ。これで正しいでしょ。だって俺にリスクしかないじゃん。だったら一発も投げないで聖剣好きやらせればいいわけじゃん。うん。いや、今回俺のんちゃん悪くないと思うよ。まるまる。うん。AJT もなんでのりこうぜってなってんの？俺のんちゃん全然悪くないと思ってるよ。うん。ああ、4名いらっしゃい、うん。単純に金が欲しいだけだったら俺雑談やってた方が稼げるもん。三鎮ですね。三鎮が。僕は五十流空手なんで三鎮です。あ、タイムシフト見たらわかりますね。皆さん花火よろしくお願いします。うん、あと、花火は22分だね。60分なんで今、82分までに花火100発なんで、残り20分で、76発必要です。花火が。
扇風機別に見たくなかったら見なきゃいいじゃん。うん、あ、22分で。まあまあまあ、だったら俺は別に花火別にもらっただけだから、それでいいじゃん。うん、でしょ、うん、でしょ違う。わかんない。時間23時52分までかどうかはわかんない。この60分今カウントなのね。残りあと21分です。残り21分。寝るんで見ないですよ。じゃあ見なきゃいいじゃん、別に。うん。50流が素人のテレジャンビンにボコボコにされるんか。うん、まあね。うん。時間はあと21分だね。21分で花火上がんなかったらやらない。うん。うん、俺時間ちゃんとしてるよ。ルール守ってるの。俺がルール作ったんだから。うぜえな、お前。煽るなよ。お前一発も花火投げてねえじゃん。お前一発も花火投げてねえじゃん。うん。何時何分までだよ。だから、あと20分以内だよ。あと20分以内。53分まで。23時53分まで。OK、みんな。OK だったら手挙げて。理解できた ?23 時53分まで。23時53分までです。OK、みんな。理解できたら手挙げて。23時53分までに、花火上がんなかったら僕はやりません。OK。はい。言いましたよ。うん。23時53分ね。うん。OK ね。はい。OK、ありがとう。よし。ありがとう。純也さん、花火ありがとうございます。残り75発です。残り75発です。純也さんありがとう。今、うん、残り75発。あと20分切ったね。19分。上がらんやんじゃないよ。上がらんやんじゃないよ。お前とは約束してねえから、今回の件。お前関係ねえから。俺はリスナーさんと普通に配信をやってるだけだから。バカ。うん、100発上がった、上がんなかったらなんかない。何にもないよ、別に。何にもない。いや、もうカオスだよ、ほんと。地獄絵図だよ、和道。和道の放送が。あれに荒れてるよ。ふわっちでこんな荒れたことないのに。ああ、了解です、アカンカンさん。あ、ありがとうございます。チビスクさん。ありがとうございます。うん。まあ、口だけとかふざけてますよ。お前が口だけだろって。お前何もやってねえだろ。パンダ。パンダお前何もやってねえだろ。お前が口だけだわ。うん。ギャルルいらっしゃい。ギャンルルさんか。ギャンルルさんいらっしゃい。うん。ああ、自分さえ良ければいいさん。うん。親父空手家だったんですよ。プロの格闘家だったんですよ。俺は空手家ではないよ。ちょっと習ってただけ。五十流。三鎮立ちでやってますね、僕は。聖剣好き。親父はね、ボクサーじゃないんだよ。実は空手家出身で、世界最強になりたくてキックボクシングジムに途中から転校してんの。だから本業は空手かな、親父は。道場持ってた。で、世界最強になりたくて、空手じゃダメだってなって、キックボクシングが熱かったから、キックボクサーに転向してんの。そう、母ちゃんは売れないお笑い芸人、そうそう。フリップ君抱かない。しかもじゃあ、匿名枠でやろうか、せっかくだから。匿名枠で聖剣好き1万回やんない？せっかくだからもう超カオス。どう？みんな。もうどうせなら上がらないじゃん。もうの残り75発上がったら匿名枠で書きたい放題で、もうそれで行こう。それで行こう。もう地獄絵図。
行ったらね、行ったら。もうカオスで行こう。とことん。とことんカオスで行こう。いや、リスワン狙ってないよ、別に。正直どうでもいい、リスワンは。うん。1ヶ月に1回取ればいいと思ってるから。うん。うん。匿名枠って新しい機能ができて、2チャンネルみたいに全員匿名でコメント書けんの、今。うん。やばいカオスな状態なのよ。最近ボクサーなんだ。へえ、ジョーブログ。ジョーブログめちゃめちゃ面白いよね。いや、疲れるどころじゃないよ。3日間動けなくなる。うん。うん。匿名枠。まあ別に匿名枠じゃなくてもいいよ。どっちでもいいよ。なんか面白そうだ。もう書きたい放題、殴りたい放題。俺はひたすら政権好きやるっていう。だね、腕が痛くなるとか肘が痛くなるのはもちろんなんだけど、何がきついってね、あの足腰がね立たなくなるんだよね。うん。自分も含め3人で困惑した。うん。何、カー君の返事聞いてからにしろって何？何？カー君は約束守る男だから。俺は信用があるから。うん、カー君は言ったこと必ずやるから。うんうん、見える気も。うん、さって。パンダと自分に素直になるずら。つって、うん。それ大事ね。そう。だからカー君待てよ。俺はだから1時間ってずっと言ってんじゃん。うん、あれにやれてるね。はい、マクイーンワード2。聖剣好きはだからもう時間ないから無理じゃない？うん。あと13分。ありがとう、まるまる。残り13分。どうなるかね。命がけだよ、命がけ。匿名枠さっき閲覧700超えたよ。やばかったよ。地獄絵図だったよ。だから、匿名枠やったからこんなカオスの流れになったんだもん。匿名枠やらなきゃこんなことにならなかったよ。超カオスだよ、今。100発いかなかったら全額寄付。なんで？なんで誰かに寄付すんの？俺寄付なんかやりたくないんだけど。俺の収入でしょ。俺仕事でやってんだから。うん、お前の信頼関係がどの程度か見届けるわ。だから、カー君は約束守るっつってんの。お前と違うんだよ、パンダ。カー君は約束守るんだよ、うん。お前と違うんだよ。眠いんですけど、いや、寝ればいいじゃん。うん、うん、いや、もうニコ生的だよね。まさに。意味がわかんねえんだけど。カー君は約束守っから。お前と違うんだよ。うん、おめえみたいに適当に発言してる人間と違うの。やることはやるんだよ。53分なんで、あと12分です。あと12分で75発。うん、正直パンダというやつが待ってる時間無駄じゃない？よくいるしアンチだろ。まあだから、まあだからこういうバカに見せてやろうっていう。カー君知らない、何やってるか。うん。匿名枠寝落ちして見れなかった。ああ、いや、YouTube に上がるよ。うん。うん。いや、カー君今仕事中なのよ。うん。カー君今仕事中。うん。全然パンダより信頼あるよ。俺、飯食ってるし何回も。うん。違うよ、みんなで75発だよ。だからみんな分散して投げてくれればいいんだよ。うん、みんなそれぞれが一発、75人が花火一発ずつでも終わりだよ。制約だよ。残り10分、残り10分です。残り10分です。なんか今日コメントが面白い。俺は全然面白くないけどな。うん、
いや、ひどかったところじゃないね。もうコメント何個、コメント数、30分枠で、コメント数が、30分でコメント数が、あ、コメント数、ゼロカウントになってる。匿名だからゼロなんだ。とんでもない数だったよ。YouTube で見てこな。うん。なんで罰ゲームの？カー君あげるっつってんだ。何が罰なのかよくわかんないんだけど、ぽいぽい。全然理論的じゃないでしょ。俺はだから1時間以内に100発上がったらって提示してんじゃん。なんで罰なの？意味がわかんないんだけど。そういう約束でやってんだから、最初から。カー君少し待ってみた。いいよ。約束は約束なんだから。で、カー君から100発もらったら俺はやるから。12歳でなんでタバコ買いに行くんだよ、バカが。12歳でなんでタバコ買いに行くんだよ。おめえ12歳って設定じゃねえのかよ、パンダ。100発行ったら政権好き。1時間で100発行ったら政権好き。1万回。いや、もう意地っすね、あかりさん。もしカー君から100発もらったら俺は答えるよ。だから。パンダがなんかしてくれるのは和道旅団の実力見せてやるよ。かっけー、ハッチかっけーパンダがなんかするんなら和道旅団の実力見せてやるよ。フリーザ様みたいだな。まさかの低能おっさんだった。ハッチかっけー、マジで。残り9分です。残り9分。かっけえな。残り9分ね。残り9分。余談っていうより、ハッチ単独の戦闘力。ハッチ単独の戦闘力でしょうが。って。まあ、なんか、否めない。まあ、パンダはクソだせえっていうのは伝わったよな、これで。パンダはクソダサいでしょ。しょうもねえな、ほんとに。まあ、アンチなんてこんなもんだよ、結局。口だけ、ほんとに。口だけ。もう言った通りでしょ。口だけ、ほんとに。あのね、口だけじゃなくて行動で見せる人は結果出してるから、世の中で。口だけのやつ大っ嫌いだ俺。本当に口だけ。電話来てた、ごめん。あ、全然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 。カー君いらっしゃい。お疲れです。もうパンダフルボッコだから。結果花火上がるからウィンウィン。損得感情の話かなと思ってました。損得感情だよ。もうプライドだよね。もうここまで来たら。あ、ごめんね。本当に。仕事蹴っちゃって。なんか。カー君好きなアニメはつって。カー君来たーつって、ね。残り、何分だ ?4 分だから。あ、残り6分。残り6分でーす。あ、6分じゃねえ。8分。違うな。8分じゃなくて。残り7分でーす。7分じゃないか。5分、5分。7分ね。残り7分でーす。残り7分です。お疲れ様です、カー君。有言実行されたら惚れてまうかも。いや、カー君は有言実行するよ。それは俺信頼関係あるもん。カー君もう戻ってきてるよ、バカパンダ。パンダはあれだよ、あの、や、うん、ヤジロベも行かないな。
なんだろう。ウーロンだね。パンダはウーロンだね。ウーロンだね。あかんかった。そうだね。ウーロンだね。うん、かぶったね。鉄間さんとかぶった。あと75発。あと5分。あ、あと6分。あと6分で、あと6分で75発。カー君いじめられてるわけじゃないの。パンダが煽ってんの、カー君を。お前が100発あげろよ。ナメック星のカエル？ギニューじゃん。後のギニュー様である。カー君はトランクス。ワドはベジータ。俺お父さんなの。カカロットつって。ギャリック砲のこの構えかっこいいよね。あと5分。あと5分。ギャリック砲。俺ベジータ大好きだから。お前パンダ本当にお前煽るなっつってんの。僕ヤムチャヤムチャかっけえじゃん。ブルマと付き合ってたからね。そう、ギャルのパンティー送れーっつって。残り75発、残り75発を5分、あと5分です。いやー、なかなかカオスな枠だね。あと4分。じゃあこれ82分だから、このここの数字のカウント、ここの数字のカウントって見えてないのかな。うん、匿名枠はやる気ないな。5分はきつい。いや、カー君から100発例えばホテルついて100発ボンともらったらやりますよ。ただこの枠はこの枠で一貫締める。うん、いや、うん、カー君が100発ボンってくれたら俺絶対やりますよ。それは別で、カー君と俺個人、カー君にやる、カー君に捧げる。だから一回締める。これは。82分で。うん。じゃあ1時間待ったんだよ、テッツさん。テッツさん、違う違う。花見75分、あと5分でじゃなくて、1時間で100発っていう。うん。カー君超金持ちだよ。もう、10代の頃に億万長者にな、乗り、成し上がって。そう。今、不動産やってる。超金持ちだよ。超かっこいいよ。イケメンだし。本田圭介みたいな。うん、カー君かっこいいよ。はぁ、何それ証拠ないじゃんって。何、何が証拠ないの。うん、じゃあ、ね、サクッとは違うの。今花火31発じゃないのよ。こっからスタートねってやってんの。うん、政権付けはやる方向で進んでんの。いや、花火が上がってない。75発上がってないから今なしの方向だ、ね、ただカー君から100発上がったらやるよっていう。そう、ごまかしてねえだろ。うん、うん、パンダ舐めすぎだよね。あかんあかんさん、これは大人が叱りたいよね。いいよ、俺は政権好きで見せたいよ。うん、残り3分です。花火100発ないよ、だからやらないよ、言ってんじゃん。うん、うん、マジでウーロンじゃん。煽ってカー君から引っ張りたいだけど、俺カー君煽ってないもん。俺はカー君煽ってないもん。カー君煽ってんのはパンダなの。俺はみんなから100発分カー君に投げてっつってるわけじゃないの。みんなから100発分集まったらやるよっていう約束でやってんの。シュワッチさん誤解しないで。うん、金欲しいだけのせこい詐欺師。それは違くねえか、別に。やることやるっつってんだから。やることやるっつってんだから。残り2分です。うん。レオさん？うん。それは任せるよ、別に。うん、残り3分で結局花火100発をリスナーからもらえなかったということでよろしいでしょうか。よろしいですよ。
はい。でもお前には関係ないけどね。俺はリスナーさんとのやりとりだから、これは。え、剣みたい。妖怪花すすりさんいらっしゃい。うん。まあ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 、ゆうさん、そう言わないでよ。うん、お気持ちでいただいたんだよ。こんだけ投げてくれた人がいるんだから。ワトさんどうする？投げる？サボちゃん投げてくれんの？残り1分だけど。え、サボちゃん投げてくれる？サボちゃん、見せてくれんの？あ、頼むわ。男見せて。男見せたい、俺。やりたい。聖剣好きやりたい。サボちゃん、もしあれだったら、お願いしてもいいですか？甘えてもいいですか？ありがとう。ファンタスティック10発ありがとう、サボちゃん。ありがとう。残り65発です。残り65発。あざす。ありがとう。サボちゃんありがとう。残り55発です。ありがとう。サボちゃんほんとごめん。サボちゃんすまねえ。ありがとうね。ファンタスティックありがとう。残り55発だから、残り45発。ありがとう、サボちゃん。ありがとうございます。ごめんね、サボちゃん。ほんとありがとう。残り35発。ありがとうございます。ファンタスティックありがとう。ごめんね、サボちゃん。本当にオンに切るわ。やるよ。ガキを黙らそう。残り25発です。ありがとう。ありがとうございます。残り15発です。あ、行ったね。行った行った。ありがとうございます。残り15発。今これタイムラグがあるだけだけど、サボちゃん投げてくれてるから。はい、残り10発、残り5発です。行った。サボちゃんありがとう。サボちゃんありがとうございます。はい、パンダの負け。はい、パンダの負け。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当にありがとう、花火。みんなありがとう。うん、ありがとうございます。一回風呂入ってもいいですか？一回風呂入ってもいいですか？和道さん LINE するから見て。OK です。わかりました。一回風呂入ってもいいですか？LINE 来てないかな、今。ありがとうございます、本当に。いや、過ぎてね、違う、エフェクトが遅れただけ。花火ってエフェクト重たいの、10発分。もうサボちゃんバン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 って投げてた。だから、下の数字。画面の下に出てる数字的にはもう超えてた。間に合ってた。風呂入るかどうするか。あー、このまま行くか。あー、ありがとうございます、本当に旅団の凄さ、ありがとうございます。風呂行かないでそのまま行く。やれよ、おら。あー、やるよ、マンダ。お前はだけどリスナーにはもうやかんなよ。リスナーさんは、リスナーさんは、お前は、なあ、パンダ、パンダ、待て、パンダ、俺は今からやると。リスナーさんは守ったから、約束、パンダ。お前はやかんなよ、もう、リスナーさんに。今度俺とお前の戦いだから。な、な。リスナーさんは100発投げたんだから、1時間で。な。俺今からやるから、今度俺とお前。わかった、パンダ。もう俺のリスナー煽んなよ。俺のことよくしてくれてんの。見せたんだから、俺のリスナー。こっから先は俺とお前の戦いだから、やるよ。じゃあ次枠行きます。皆さんありがとうございます。次枠風呂入らないでそのまま行きます。そのまま行きます。
いいよ。何してくれるんだじゃなくて、やってやろうぜ。みんなありがとう、本当に。みんなありがとう、本当に。ありがとうございます。花火投げてくれた人を、じゃあ、読み上げます。花火投げてくれた人を読み上げます。いきます。サボちゃん、たくさんありがとう。ジュンヤさんありがとう。マキルさんありがとう。オイちゃんありがとう。ジュンヤさんありがとう。カー君、たくさんありがとう。リータンリーダーありがとう。クミタンありがとう。ジュンヤさんもたくさんありがとう。安彦さんありがとう。アヤさんありがとう。オイちゃんありがとう。マキルさんありがとう。メリンコさんありがとう。ノンちゃんありがとう。大花火いきます。ハッチ、たくさんありがとう。マユタもありがとう。メリンコありがとう。ハッチありがとう。サボちゃんありがとう。今から地獄の枠やります。ハートありがとう。ハートありがとう。うん。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。うん。うん。和道リスナーさん、本当にありがとうございます。よくしてくれて。あ、匿名か通常か書いてください。匿名枠でやるか通常枠でやるか書いてください。皆さん、多い方でやります。匿名か通常書いてください。匿名か通常。うん。匿名か通常書いてください。うん。どっちでもいいよ。地獄の匿名でやるか、通常でやるか。どっちか書いて、匿名の人は匿名、通常の人は通常と書いてください。通常？はい、こんばんは、まこやん。匿名。通常。感動したい。通常でやろうか、じゃあ。通常でやろうか。もしよかったら皆さんフォローよろしくお願いします。すいません、荒れた枠で。今後ともよろしくお願いします。次枠いきます。ありがとう、ちびさん。じゃあみんな、ありがとうね。大好きだよ。お疲れい。パンダてめえ許さねえかんな。見てろよ、パンダ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。